草場の影からこんにちは。趣味はパラ揚げ、ごま塩です。ときめも GS4 発売から何ヶ月か経ちましたけれども、ときめも GS4 でね、GS シリーズ始めましてって方がね、かなりいらっしゃるなっていう風に感じたので、ちょっとね、今更っていう感じはあるんですけれども、まあ、そんなね、GS シリーズ始めましての方も、これを見ればね、まあ、どうにかこうにかゲーム進めていけるんじゃないかっていうような、初心者向けのね、解説動画というのを今回初の試みでやっていきたいなと思います。それではゲームを早速始めたいところなんですが、まずゲームを始める前にですね、個人的にこうやっといた方がいいんじゃないかなっていう設定があるので、まず初めにね、ちょっと次ここを始めからを選びたいところなんですけれども、最初にですね、このオプションで設定できますので、オプションからねやっていきたいなと思います。こんな感じで、4つ項目ありまして、最初にやっておいた方がいいのはこの一番上、表示の設定になります。でこれね、今、あえてね、私デフォルトに戻して、分かりやすくするためにデフォルトに戻しているんですけれども、こんな感じでね、最初全部普通が選択されています。で、この実行コマンド表示っていうのなんですけど、ちょっとこれね、最初聞くと何のことやらって感じかもしれないんですが、後々分かると思います。後で説明する、コマンド、日々やっていくね、コマンドの、イラストがね、表示されるんですけども、そのコマンドのね、速度なんですけれども、これね、なかなかゆっくりです、普通って。普通じゃねえよって感じで、結構ゆっくりです。なので、まあ私はね、もうね、いつもスキップにしちゃうんですけれども、まあ、スキップでもいいし、まあ、せめてね、早いぐらいにしとくと、パッパッパってこう進んでっていいんじゃないかなって。まあ私はもうね、スキップにしちゃうんですけれどもね、いつもね。まあ、こんな感じで、普通はちょっとね、なかなかゆっくりなんで、早いかスキップにしておくといいんじゃないかなと思います。で次にね、この文字表示スピードなんですけれども、これはね、こんな感じで表示されていますっていうのがね、ウィンドウプレビューって一番下のところでね、今この普通っていうのがね、こんな感じで、いや普通じゃねえよっていうね、なかなかゆっくりめな速度でね、文字が表示されてるんですけれども、まあこれだとね、ちょっとなかなかセリフの方が早いんじゃないかっていうぐらいね、なかなかにゆっくりなので、まあこれもね、コマンドと同じくね、まあ、私はもういつもねスキップにしちゃうんですけれども、同じくば、せめて早いか、まあ、スキップだといいんじゃないかなって、まあ、ちなみにこうスキップって勝手に話が進んでっちゃうわけじゃなくて、ちゃんと A ボタンをね進まないと次には進まないので、パッてこう表示されるかどうかの、このウィンドウプレビューみたいにね、パッて表示されるか流れるように表示されるかっていうね違いなので、ちょっと、ね、普通はこんな感じでゆっくりめなんでね、まあ、スキップか、まあ、早いの方がスムーズにいくんじゃないかなと思います。で、まあ、このウィンドウ透過度はね、まあ、これは見やすさの問題なんで、お好みなんですけれども、まあ、私はね、これは特に変えてはないですかね。あとは、このウィンドウカラーも、これもね、いろんな色にね、できるんで、まあ、お好きな色にしたらいいのかなと思います。これは私は特に変えてないんで、こんな感じで。で、あとはね、サウンドとか、ボイス大きくしたりとかね、小さくしたりとかね、なくす人いるのかなって感じですけどもまあね、ここで音量いじれたりとか、あとこのね、背景の色味をね、ちょっとね、お好みにこう変えられたりとかで、まあこれちょっとね、後々って、私ちょっといろいろに見ちゃってるので表示されてますけれども、これはね、男の子とイベントを見ると、お部屋に飾れる写真がね、いろいろこう増えていきますので、まあ、ゲームね進めていったら、ご自由にね、お好きな写真に変えるといいんじゃないかなと思います。ということでね、早速じゃあゲームの方を始めていきたいと思います。いらっしゃい。表示する名字と名前を入力してね。こんな感じで、このネームエントリー、最初のね、ゲーム始めるにあたっての設定の画面なんですけれども、この上のね、2つ、氏名と呼ばれ方については、ゲームの内容には一切影響してこない部分になりますので、まあもう自分の名前でもいいし、なんかペンネームみたいのでもいいし、まあ、デフォルト、よくね、使われてる、ときめも GS シリーズでよくね、使われてる名前だと、まあ、コナミミナコちゃんっていう名前をね、よく使われてるんですけれども、そんなお名前にしてもいいし、ここはね、お好きなお名前にしていただければいいんじゃないかなと思います。ただ、このね、呼ばれ方に関しては、まあ、どれでも、これもね、この通りでもいいし、なんか全然違う、当て字かよみたいな、自由なね、呼ばれ方にもできるんですけれども、これ、EVS、男の子が、自分の名前を呼んでくれるっていうのが、このときめも GS シリーズ、一つのね、魅力のポイントなんですけれども、この呼ばれ方、EVS がですね、
事前にこう登録した、例えばこの今表示されている藤谷しおりっていうのを呼んでくれるんですけれども、この声優さんがね、あの藤谷っていうのを収録したから呼んでくれるので、あの収録していない呼ばれ方に関しては呼んでもらえないんですね。なのでちょっとこう変わったお名前の方ですとか、まあ、ちょっとねアニメっぽい感じのお名前とかだと、ちょっとこのね、あの呼ばれ方、あの入れたのにうまいこと呼んでもらえない場合とかもあったりするので、まあ、それに関してはね、あのおそらくもうすでに地道な、ね、努力であのお調べされている方が、ね、あのいらっしゃるのかなと思いますので、まあ、ちょっとこの動画で、ね、紹介してしまうと、あのそれだけで、ね、終わってしまうので、あの調べていただくとね、自分の名前呼ばれるんだなっていうのが分かったら自分の名前ねやってもいいし、まあ、呼ばれる名前私みたいにはね、ちょっと実名で、まあ、実況やのはちょっとなかなかなんでね、あのまあ、こんな感じであの呼ばれる偽名を使ってもいいし、ここはね好きにしてもらったらいいんじゃないかなと思います。で残りね、この誕生日と決意型とお部屋なんですけれども、ここがね大事です。どれかっていうと、まず、お誕生日なんですけれども、これもねあの自分 の, あの好きな誕生日にしてもらっても全然構わないんですけれども、一体ここで、ね、何に影響してくるかっていうと、大きく分けると、2つあるかなと思ってまして、1つ目が、この誕生日のタイミングなんですけれども、このゲームね、あの、まあ、男の子と仲良くなっていくゲームなんですけれども、仲良くなってくるとね、いずれ自分の誕生日に男の子がプレゼントをくれるようになります。ただ、仲が良くなってからじゃないとくれないんですよ。なので、これ例えばこう4月とか5月とかね、しちゃうと、男の子とそれほどこうまだ仲を深められてない時期なので、1年目は誕生日プレゼントもらえません、おそらく。それぐらいだとね。なので、まあ、私たまたまね、あの自分の誕生日2月1日で、あのすごいいいタイミングなんですけれども、なのでまあ、 あの男の子とは仲が深まってるであろう、まあ、タイミングにするとか、まあ、あと例えばこう男の子に確実にこうプレゼントをもらうには、こうお正月にね、あの設定し1月1日にしておくと、お正月あの男の子と初詣にお出かけできるので、まあ、その時にね、あの一緒に出かけさえすればプレゼントもらえたりとか、あとまあもうやり慣れてる人だとね、あらかじめあのカレンダー見て、この GS4 のねカレンダーが、2021年の4月始まりかな、カレンダーがそのようになっているので、まあ、あらかじめね、あの模様日を、ね、自分でカレンダーでチェックして、まあ、日曜日に、ぶつけておくと、その日ねデートした男の子からは確実に誕生日プレゼントもらえますので、そういう設定の仕方をねされている方もいらっしゃるのかなと思います。まあ、ただね、あのプレゼントがもらえるもらえないとかの違いなので、まあ、自由に設定してもらってもいいし、あともう一個ね、関係してくるポイントとしては、あの具体的にね、あの詳しくはあのまた後ほど説明したいと思うんですけれども、あのこの誕生日は星座が、まあ、私あの2月なので、あの水瓶座なんですけれども、あの日々のね行動をするにあたって参考にする占い、星座占いっていうのがあるんですけれども、その占いのパターンが全部で、12周期ありまして、その周期のね始まり1から12の周期があって、例えばお羊座だと 1,2,3,4,5,6 っていう感じで周期が進んでいく、水亀座だと11周期番号11から始まって 11,12,1,2,3,4 みたいな、その周期のねスタートの時点が違います。なんですけれども、ここはねそれほど重要でもないので、まああの誕生日に関してはね、好きな日にちとか、あと確実に誕生日プレゼントもらいたいなら後半にしとくとか、まあ、日曜日ぶつかるようにお誕生日するとか、まあお正月にするとか、そういう風にね決めたらいいんじゃないかなと思います。でこの血液型なんですけれども、今ねお話しした、星座占い、この血液型はね星座占いに、大きく関わるポイントとなっておりまして、まあ、星座占いっていう名前なんですけれども、この星座よりもねこの血液型がどっちかっていうと大事でして、このさっき言った周期が12パターンあるんですけれども、12パターンあるうち血液型によってもうその周期の種類がねあの固定されています。1から12あるパターンが4種類 A 型 B 型 O 型 AB 型の4種類固定でありまして、 A 型は決まったパターンを12周期分繰り返す、 B 型は決まった周期を12回分繰り返すみたいな、そんな感じでねあの占いが推移していくような形になっています。でまあこれね、まあ、とはいえ、まあ、自分のやりたい血液型でねやってもいいし、まあ、じゃあちょっと迷うなっていう方は、まあ、O 型がね、まあ、4パターンの中で言うと一番やりやすいかなと個人的には思うので、ちょっと迷っちゃうなって方は O 型にするといいんじゃないかなと思います。で残りね最後お部屋なんですけれども、お部屋は全部で6種類かな、こんな感じでね6種
種類ありまして、これ一体何に関係するのかっていうと、最初のねゲーム開始時のパラメーター、ちょっとそもそもパラメーターって何やっていうところはですね、後ほど詳しくご説明しますけれども、初期パラメーターが、このお部屋によって変わってきます。で、このお部屋なんですけれども、ちょっと順番にね、じゃあちょっとご紹介していきたいと思います。でまずね、このお部屋、シンプルなお部屋なんですけれども、このシンプルなお部屋はですね、ちょっと今、こんな初期パラメーターですよっていうのを表示してますが、学力がね一番高い、賢い子のお部屋になります。なので、学力伸ばしていきたい、学力を必要としてくる、ね、男の子と仲良くなりたいなっていう方なんかはね、このシンプルなお部屋で始めるといいんじゃないかなと思います。で次に、アンティークなお部屋、なかなかねちょっと女子高生のお部屋かよっていうお部屋ですけれども、こちらのお部屋はですね、芸術パラメーターが一番高いお部屋となっておりますので、芸術パラメーターをね必要としてくる男の子とお近づきになりたい場合は、このねなんかおしゃれなお部屋で始めるといいんじゃないかなと思います。次にね、このポップなお部屋、なんか可愛らしいですね。ポップなお部屋なんですけれども、こちらは、流行パラメーターが一番高いお部屋となっておりますので、流行パラメーターをね必要としてくる男の子と仲良くなりたいなっていう場合は、このお部屋で始めるといいんじゃないかなと思います。次にね、和風なお部屋、今までね歴代でなかなか和風って結構渋めだったんですけれども、結構ね可愛らしい感じに、なんかねお茶も入ってて美味しそうですね、可愛らしい感じになったなっていう個人的に思ったんですけれども、この和風なねお部屋は運動パラメーターが一番高いお部屋となっておりますので、運動パラメーターをね必要としてくる男の子と仲良くなりたいときは、このお部屋で始めるといいんじゃないかなと思います。でこの次に姫系のお部屋ですね、なかなかねちょっと好みはあるかなっていう感じでなかなかちょっと30を過ぎた私にはちょっとなかなかねハードルが高いというか、ちょっとなかなか眩しいお部屋なんですけれども、このお部屋はですね、とてもバランスが、パラメーターのバランスがねとても取れた、実はねこんな、なんか偏りがありそうなもうちょっと偏見ですけれども、偏りがねありそうなお部屋に見せかけて、とてもねパラメーターバランスが取れておりますので、これねどんな時でも使えます、とってもいいです。で特にねアルバイト、ちょっとこれもまた詳しくは、別のところで説明しますが、アルバイトをねほとんどの方していくことになると思うんですけれども、アルバイトをねすぐに、始めやすいお部屋となっておりますので、なかなかねこのお部屋おすすめです。実はちょっと見た目のね好みがあるかもしれないんですけれども、おすすめでございます。で最後にアジアンなお部屋、アジアンなお部屋ですね、こちらは、魅力パラメーターが一番高いお部屋となっておりまして、ちょっとね正直言うとあんまりこう魅力がすごい必要なことって、魅力をで必要としてくる男の子もいるんですけれども、そんなに最初から魅力はちょっと必要ないかなっていうところで、ちょっとね使用頻度としてはこのお部屋が一番ちょっとないかなっていう感じなんですけども、私でもこのお部屋すごい好きですって方はねこれで始めても全然いいんじゃないかなと思います。っていう感じでね、お部屋6種類紹介してきましたけれども、いやちょっと最初どんな男の子と仲良くなりたいかなんて全然わかんないから迷っちゃうよって方はね、さっきも言った通りこのね姫系のお部屋、ちょっとお好みはあるかもしれないんですけれども、姫系のお部屋がね大変バランスが取れているので、迷う方はねこちらのお部屋で最初始めるととてもやりやすくていいんじゃないかなと思います。ただねあくまでこう初期パラメーターが違うだけなので、全然ね好きなお部屋でやってもらってもいいと思います。このねお部屋の画面ってこのゲームやっていく中でね一番こう目にする時間が長い画面になりますので、好きなね、ちょっと目に優しいから緑色にしたいですとか、それでもいいと思いますし、好きなねお部屋でやっていただいてもいいのかなと思います。はい、ではゲームの進め方ということで、このゲームどうやって進めていくのかなっていうのをこのパートでは解説していきたいと思いますが、
実はですね、私も1周目プレイしてる時に全く気がついてなかったんですけれども、この右下にね、ちっちゃくね、ヘルプ表示っていう風に書かれてまして、コントローラーのね、プラスかマイナスボタンを押すとですね、こんな感じで、このゲーム、こういうストーリーで始まって、こんな感じで操作をして、このボタンはこんな意味があってみたいなね、そういう解説がね、13ページにわたってされていますので、まあ実はね、これを見ればまあね、やれないことはないんですけれども、まあ、この解説動画ではですね、このヘルプでまあちょっと網羅されていない内容ですとか、もう少しね、踏み込んでまあ補足をしたりですとか、そういったことをね、やっていきたいなと思います。このゲームですね、高校3年間を過ごしていくんですけれども、その3年間のうちにですね、男の子と仲を深めて、最後卒業の日に男の子から告白をしてもらうというのが目的のゲームとなっています。で、そのためにはですね、大切な行動2つありまして、そのうちの1つ、自分磨きについてね、今回はお話ししていきたいなと思います。で、今ね、この画面の左下に、なんか学力45とか芸術66とか、いろいろね、数字が書いてあると思うんですけれども、これがね、自分磨きポイント、自分のね、パラメータ、まあ、能力値みたいなもんですね。パラメータになっておりまして、これをね、日々、上げて過ごしていく形になります。通称ね、パラ上げなんていうふうに言っていて、まあ、私の趣味はパラ上げですってね、最初言ってるんですけれども、これのことですね。で、これをね、これらを上げるためにはですね、ここにいっぱいね、なんかこう、わちゃわちゃ並んでいるコマンドをね、実行して、パラメータを上げていくことになるんですけれども、今回はね、この行動コマンドについてね、一つずつ、さっとですけれども、解説していきたいなと思います。で、このまずね、この色、なんかいろいろ4色あるんですけれども、この赤のね、この2つだけ、ちょっとこの、今回のね、動画では、ここの部分に関してはちょっとお話は割愛させていただくんですけれども、ここはね、休日にしかできないコマンドとなっておりまして、平日はこのオレンジと、青と緑色、まあ、基本的には青と緑色ですかね、このね、コマンドをね、選んでパラメータを上げていくような形になります。オレンジはね、パラメータを上げるのではなく、お部屋で他にできること、もう着替えとか、これはね、ちょっとまた別の場面でご紹介しますけれども、お部屋でできること、パラメータ上げではない、別のコマンドになります。今回はね、なのでこの青と緑についてお話ししていきたいなと思います。で、この、まずはじめにですね、左上は休養なので、ちょっと後々ということで、勉強をして学力アップ、こちらの、勉強コマンドなんですけれども、こちらで上がるパラメータは、左上こんな感じで、学力以外もこんな感じで上がったり下がったりがあります。で、ちょっとちっちゃくね、占い勉強っていう風に書いてるんですけれども、こんだけね、たくさんコマンドあるとどれやっていいかね、わかんないと思います。なので、具体的にはね、ちょっと後でまたお話しするんですけれども、星座占いっていうのがあってね、それを、このコマンド選ぶときに、参考に、していくんですけれども、その占いの中でね、この勉強コマンドは、まあ、その名前の通り、勉強運がいいときに選ぶと成功しやすくて、いいコマンドとなっております。はい、続きまして、お隣、絵を描いて芸術を伸ばす。なんですが、こちらもね、名前の通りですね、芸術パラメーターが一番大きく上昇するコマンドとなっています。で、こちらは、占いがですね、勉強運がいい時に実行すると成功率が高いコマンドとなっております。で、続きまして、この走ってるやつ、運動コマンドですね。これもまあ、名前の通りなんですけれども、まあ、こんな感じでパラメーター上がって、名前の通り運動パラメーターがね、一番大きく上昇するコマンドとなっております。で、占いは、健康運がいい時に実行すると成功しやすいコマンドになっています。お隣、雑誌を読んで流行をつかむ。こちらの流行コマンドなんですけれども、こちらも名前の通りですね、流行パラメータが一番大きく上昇するコマンドとなっておりまして、占いは、行楽がいい時にやると成功率が高いコマンドとなっております。こちらの、おしゃれして魅力アップ、魅力コマンドなんですけれども、こちらは、まあ、これもその名前の通りですね、魅力パラメーターが一番大きく上昇するコマンドとなっておりまして、こちらは恋愛運がいい時に実行すると、成功しやすいコマンドとなっております。で、続きまして、ちょっとこの緑色のコマンドなんですけれども、2つありまして、順番にお話ししていくと、花椿みちると遊ぶ、みちるちゃんと遊ぶコマンドになっていまして、みちるちゃんとね、ひかるちゃんと遊んでも、パラメーターが、上昇は、下がるものもあるんですけれども、パラメーターが、上がります。で、こんな感じでね、
パラメーター上がりまして、ヒカルちゃんとミチルちゃんそれぞれね上がるパラメーターが異なっていますので、まあちょっとねどちらと遊んでも、まあ、お好みで遊んでもいいし、自分はちょっと今このパラメーター上げたいからこちらのヒカルちゃんと遊ぼうかな、ミチルちゃんと遊ぼうかなというような選び方をしてもいいかなと思います。でミチルちゃんはねこんな感じで、ヒカルちゃんとね割とね上がるパラメーターが違ったりしているので、まあそれぞれねお好みでもいいし、必要パラメーターに応じて遊ぶ、どちらでもいいと思います。で特にね序盤なんかはまた別のところでご説明しますけれども、アルバイトをねこのパラメーターの一番上に右上に書かれているリッチ度、これがね所持金になるんですけれども、このね所持金後でね別の動画でちょっとね説明しようと思っている、お洋服とかねファッションアイテムを買うのに必要になお金がね必要になってくるんですけれども、まあ、それをねリッチを稼ぐには、まあ、普段ねお小遣いももらえるんですけれども、アルバイトをねやっていく必要が、まあ、ほとんどの人アルバイトを結局することになるかなと思うんですけれども、アルバイトをね始めるのには気配りがねある程度必要になるので、特にねこのお友達と遊ぶっていうコマンドは気配りが大きく上昇しますので、序盤に結構私はね使うかなって思ってるんですけども、割とね序盤に使うことが多いんじゃないかなと思います。でちょっとねこっから特集なんですけれども、この左側のこのペンみたいなマークですね、これが、GS4 独自のコマンドとなっておりまして、ハバチャ、通称ハバチャで、ハバタキウォッチャーの記者を今回ねアルバイトでやっていて、そのねアルバイトをするっていうコマンドになります。でこのハバチャコマンドなんですけれども、すごいこんな感じでねパラメーターが実は全然一個も下がるやつなくて、バランスよくちょっとずつですけれども上がる、とてもねお得なコマンドとなっております。でかつでねちょっとね特殊なところがありまして、実はこのハバチャコマンド、今お話しした通りアルバイトの一種なので、実は一回実行するごとに一日やるごとにですよ、一日やるごとに 0.4 リッチお金が裏でもらえています。でそのお金は、まあ、ちょっと即日はもらえないんですけれども、例えば今5月なので、5月このコマンドをやった日数分かける、0.4 日のお金が、6月1日、翌月の1日に毎月、加算されるという仕組みになっています。このハバチャコマンド他にもですね、ちょっといろいろ、イメージが湧きづらいかもしれないんですけれども、裏でね、もう一個、経験値、っていうのが記者レベルっていうのをちょっと左パラメーターの左下の方にね記者レベル今1にもなってないんですけれども、記者レベルっていうのがあって、それを上げるために経験値が必要になってくるんですけれども、裏でねこの経験値っていうのも上がってまして、平日は1、休日は2、経験値が上がってます。でこの経験値にね応じて、記事を書くことができて、記事を書いていくとどんどんねこの記者レベルが上がっていくっていう仕組みになります。でこの記者レベルがね上がることによって、まあ、イベントが特定のイベント発生したり、デートスポット、まあ、記事をね書くと特定のデートスポットが発生したりとかね、いろいろそういうこともあるので、まあ、この記者コマンドね、まあ、ただずっとやるのはね実はあまりおすすめではないんですけれども、こちらもね全くやらないっていうのはもったいないので、まあ、この行楽運がねいい時なんかにねちょこちょこやるといいんじゃないかなと思います。で今ねちょこっとお話した通り、いやこれめっちゃお得じゃん、じゃあこれずっとやってればいいんじゃないって思うかもしれないんですけれども、ちょっとマイナスポイントが2つほどありまして、1個はですね、まあ、パラメーター全部上がるんですけれども、上がり幅がちっちゃい、やっぱりなので、まあ、お得っぽい感じもするんですけれども、結構で上がる数値が小さいので、パラメーターを上げる目的ではあんまりやらないかなっていう、まあ、ちょっといろいろ事情があって、行楽運がいいけど流行コマンドとかお友達と遊ぶ以外をやりたいなっていう時とかは使ってもいいかなと思うんですけれども、あんまりねやりすぎこればっかりやってるとちょっとパラメーター値がねあんまり上がらないので、そういうちょっとね、まあ、デメリットっていいか言っていいか分かんないですけども、ちょっとそういったマイナスポイントがありますっていうのが一つ目と、あともう一つ、ちょっとね詳しくはまた別のところでお話ししたいなと思ってるんですけれども、男の子とね月にまあ1、2回ぐらいですかね下校を一緒にすることができます。なんですけれども、このハバチャコマンドはこの下校のイベントがねスキップされてしまうんですね。なのでそういう意味でもちょっと男の子とね下校したいな、そろそろちょっと下校来るかなみたいな時とかはちょっとあんまりねおすすめできません。
なのでちょっとね、よくよくね考えて、まあ、やった方がいいコマンドではあるんですけれども、ちょっとね、やるタイミングとかはね、まあ、慣れてこないと難しいところもあるかもしれないんですが、あれこれねちょっと考えてやるといいかなっていうふうに思います。で次に、またちょっと特殊なコマンドで、クラブに入る。これ今ね私何も部活をしていないのでクラブに入るって書いてあるんですけれども、こちら部活のコマンドとなっておりまして、クラブ活動がね、文化部は全部で、1、2、3、園芸部も文化部かな、だよね、そうそう、1、2、3、4、運動部も4つかな、こんな感じで全部でね8つの部活動あります。でまあこれ入ってもいいし入らなくてもいいし、まあ、例えばね特定の部活に入ると男の子に出会え、特定の男の子にね出会ってたりとかもするので、それ目的で入るのもよし、まあ、パラメーターでそれぞれ上がるものが違うので、パラメーター目的で入るもよし、まあ、入なくてもよし、まあ、私はあんまり入らないんですけれども、これはね入っても入なくてもどちらでもいいです。で占いなんですけれども、共通して文化部の4つの部活は、勉強運がいい時にやると成功率が高いです。でその他、運動部ですね、運動部の4つはですね、健康運が高い時に実行すると成功率が高くなっています。でちょっとね具体的に上がるパラメーターというのはちょっとね数が多いので、ちょっとこの場では割愛させていただくんですけれども、それぞれねいい部分悪い部分あるので、必要に応じてね部活の方も選んでいったらいいんじゃないかなと思います。やらなくてもいいんでね、まあ、私は結構やらなかったりするんですけれども、ちなみに文化部にね所属していると、毎年ね11月に文化祭があるんですけれども、文化祭の時にですね文化部に関しては、クラスの3年目だけかそれは、1、2年目はですね、クラブの出展になりまして、3年目は、クラスの出展なのか、クラブの出展なのか、どちらかを選ぶことができます。クラブコマンドはこんな感じですね。で最後にですね、この休養コマンドなんですけれども、このパラメーターの左下の表ですね、この一番左上にストレスっていうのがあると思うんですけれども、ずっとね、勉強し続けたりとか、ずっと運動し続けたりしたいところなんですけれども、やっぱね、人間なんでストレスが溜まっていきますよと。でストレスがね、100を超えてしまうと、主人公ちゃん、病気になってしまいます。なので、まあ、病気にね基本的には、まあ、あえてね病気にしちゃうっていう人もいるかもしれないんですが、基本的にはね病気になる前に、ストレス100になる前にですね、ストレス溜まってきたらこの休養コマンドを使ってねストレスを下げていくのがいいんじゃないかなと思います。でこの休養コマンドなんですけれども、先ほどお話しした、記者コマンドと同様にですね、記者コマンドと同様にですね、下校イベントが、スキップされちゃうっていうデメリットがあるので、これもねちょっとまあやるタイミングがちょっと注意っていうのが一つと、あとこれ平日にねやるよりは実は休日にやる方がとてもお得です。なんでかっていうと、休日はちょっと右下の方にね記載してるんですけれども、休日はですね、ストレスが他の下がるパラメーターはそのままで、下がるストレスだけ4倍増になっているので、もしねデートで、まあ、私は結構忙しくしちゃってるので割と平日こんなこと言っといて平日割と寝てるんですけれども、もしねできるんだったら、休日に寝とくとねとてもお得になっていますので、まあ、ちょっとねデートしすぎて疲れたなっていう方はね、この休養コマンド休日にやるといいんじゃないかなと思います。でそれ以外のね、このオレンジ色のコマンドはこれもね平日できるコマンドになっているんですけれども、これ先ほどお話しした通り、基本的にはねちょっとこの動画この初級編では、ご紹介をちょっと割愛させていただくんですけれども、ちらっとだけねお見せしますと、これはねカレンダーで、まあ、デートの予定とか、まあ、お誕生日とかこんな感じで見れるようになっています。であとこのインフォメーションなんですが、詳しくは、また別のところでご説明したいと思いますが、ここでねデートスポット追加になりましたよとか、お店オープンしましたよというような情報が見れたり、まあ、映画今こんなのやってますよとか、公演こんなのやってますよとか、あとこんなアイテム流行ってますよっていうのがここで見れるようになってます。で先ほどちらっとねお話しした12星座占いっていうのがここで見れるようになってます。あとまあこの辺はね設定とセーブなんでちょっと割愛しますけれども、あとこのねなんか LINE みたいなやつね、これもねアルバイトが出てくるとここにこう
パラメーターに応じて出現できるようになったね、アルバイトがここで紹介されていたり、まあ、ちょっとショップのね、なんかこう、LINE アカウントみたいな感じなんですかね。こんな感じでショップの情報があったりとか、あと、ハバチャコマンドやって記事を書くと、ここに掲載されたりとか、あと、道ひかちゃんとね、こんな感じでおしゃべりできたりとか、ちょっと今はね、お返事しませんけれども、こんな感じでね、まあ、LINE みたいな感じですね。情報が見れたり、会話をしたりすることができます。基本的には、この青とね、緑のコマンドを使って、このゲーム進めていく形になります。はい、っていう感じでね、ずらずらずらっと喋り続けて、もう30分ぐらいですかね。ちょっと思ったよりね、長くなってしまったんですけれども、まあ、こんな感じでね、ゲームの方は進めていきまして、でもう一つね、さっき言った、男の子に好きになってもらうための大事な行動、もう一つありまして、これはね、もうこのゲームの醍醐味という部分なんですけれども、男の子とね、デートをして仲良くなっていく。というのがね、まあこのゲームの一番面白いところでもあるんですけれども、そちらについてはね、初級編動画の、次の、動画ですね、男の子と仲良くなる2話でね、まあ、かなりボリューム大きいところなので、こちらでね、詳しく、お話ししていきたいなと思います。ということで、初級編最初の、基礎的なことのね、動画ですが、このあたりで、本日は終わりにしたいなと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。